あなたのコンテンツを世界中で待っている人がいる。一人でも多くの人にそれを伝えてあげてほしい。起業家が世界を変えていくんだよって、なんか私それの言葉にジーンと来てしまって、当時私はものすごいジレンマがあったんですね。母は認知症のレベル4で介護施設に入ってたんですけれども、私にこういうふうに言ったんですね。家に帰りたい。でも私はそんな母のそんな小さなあの望みも叶えてあげることができなかったんです。当時私は9時5時の会社以外にも、個人事業で働いてまして、副業をしていたにもかかわらず、しかも50を過ぎていたのに、そんな母の願いを叶えてあげれない私にとってもジレンマを感じていました。オンラインサロンをいくつかやってみようと思って新しいことにチャレンジをして、で全然オンラインとか苦手だったので、いろいろ学んでいくうちに借金もあったんですね。ね、あと将来の不安っていうのがすっごくあって、この先私どうなっちゃうんだろうって。子供もいなかったですし、主人も四国の方で営業関係をしているので、あの別居に近い段階でしたし、一生のうちで一番将来の不安に蝕まれている時でした。池田先生には、2年ほど前に一度お会いしてるんですね。でその時登壇している方たちの女性起業家の人がすごくキラキラしているのを見て、ああすごいなと思って、私はすっごい引き目を感じてました。で私にもできるんだろうかって、でちょっと見よう見まねでやってみたんですけれども、うまくいかず、それでなんか落ち込んでましたね。でそんなこんなで借金もしてたので、池田先生の講座にも行けなかった。当時私があの世界大会まで行ったミセスコンテストがあったんですけれども、運営の側のプロデューサーの方を任されて、しっかりとそれを腰をついてやらなくちゃいけないっていうことになって、一時期その池田先生の講座からは離れているんですね。ミセスコンテストが落ち着いたその時に、池田先生がフェイスブックでおっしゃってた言葉がすっごい印象深くって、それが忘れることはできなかったんですよ。あなたのコンテンツを世界中で待っている人がいる。一人でも多くの人にそれを伝えてあげてほしい。起業家が世界を変えていくんだよって、なんか私それの言葉にジーンと来てしまって、私もなんかできると思うって思ったんですよ。私が今皆さんに価値提供しているものは、道の教えから来る意識改革を教えています。華道とか書道とか、道の教え、あの母も祖母もみんなそれの教室の先生をやっていたっていうのもあって、家の玄関には季節のお花があって、お茶を立てて飲むだとか書を書くだとか、そういう生活をしていたんですね。ミセスコンテストのプロデューサーもアジアの美の文化芸術美を世界に伝えるっていうものでした。潜在意識よりももっと深層部分の集合意識、いわゆるワンネスなんですけれども、子どもの頃から25年間石を投げられていじめに遭っているような人も、私のように将来に不安を抱えているような人も、はたまた、主婦の方や社会人の方で自分を抑圧してもう自分の感覚が麻痺するくらいにずっと抑圧して、楽しいこともわからない、何をしていいかわからない、そういった方たちがどん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 そのワンネス集合意識によって変わっていくのを見てたんですね。で私の受講生さんたちっていうのは、ちょっと前の私の過去の、私でした。で皆さんその集合意識に出会った瞬間に、あ、私これでなんか変われる気がするって泣いていらっしゃるんですね。でその変化が凄まじく、もう会う人会う人がもう本当に180度次から、もうその瞬間から変わるんですけれども、本当にこれを伝えてよかったなって思ってます。で私自身が最も将来に不安を持っている人間だったということに自分で気づいたんですね。いろいろお仕事をしているのに、個人事業もしているのに、9時と5時という会社勤めのそれを手放すことができなかったんです。コロナ
で、1月にですね派遣切りに遭いました。で私はこれでやってみようって、それで池田先生のところに行って、そのライブローンチで私のこの価値提供を組み合わせてやったらきっとうまくいくって確信して、池田先生に連絡をして、そして、池田先生のコミュニティに入れていただきました。そうしたら基礎から学び、池田先生の言うように一つ一つやっていったら、なんと1月末に会社を辞めたんですけれども、2月の第1週で派遣で年間でもらっているその、お給料がなんと、2月の第1週目で契約をもらえるっていう、もうびっくりして、もう本当に喜びました。で一過性というものではなくて、それがずっと続いて、今ではまだ、半年経っていないのになんと8桁1200万の売り上げを今まだ更新しております。なので本当に池田先生には感謝してます。私からすると池田先生っていうのが、魔法のランプのジーニーみたいなんですね。なんかちょっと顔も似てるなと思って見てます。で、あの3つ の, あの願いをジーニーは叶えてくれるって言うじゃないですか。私も3つ池田先生に叶えてもらいました。1つ目は、その不安と恐怖、不安と恐怖でもう9時から5時の会社生活、それを抜け出す、どうしても抜け出せなかったのに抜け出すことができて自由を手に入れることができました。2つ目は、国境を越えた価値観の同じ、仲間ですね、その仲間と出会わせてくれました。そして3つ目が、私の価値提供を待っている人がいるから世界に広めていいんだよ、その世界に広める場所の提供をしてくれました。私はこれで、一人でも多くの人を本当に心からの笑顔、トゥルースマイルにして、もう何をしていいかわからないとか、本当にうまくいくんだろうかっていう、そんな人たちにぜひ、ちょっと前の過去のあなたがいっぱい世界中にはいるので、ぜひあなたの力で、あなたの勇気で皆さんをね、笑顔に変えていってほしいなって思います。